はい、同人生活です。ということで今回もウルフェンシュタイン昔のやつやっていきましょうか。よし、オープン。これでクリアかな。あ、クリアっぽいな。終わっちゃった。先週入っておけばよかったね。先週じゃない、昨日入っておけばよかったな。へえ、でも何の実績もないわ。本当にファンサービスだったんだな。なんだこれ、ダムウェーダーか。ちょっと待って、これなんか鎖切ったらなんかいけそう。どっかでもまあ今アイテム出せないからまあいいや。さてさてーん、じゃあファイルを取っていきますか。ちゃんとね、あの当初の目的を。おまお前やめろ。マックス頼むからどいてくれ。マックス、ビーテ、ゲッツウトワイク、ダスリスウェスティ。マックス、こっちだ。来い。アズオドン、アズコザイ。こっちだ。すまんな、知らなかったんだ。まあなんか、わかるよ。仲間が傷つくの嫌だからこうやって隠すのはわかるけど。ダメなんだ、俺はやんなきゃいけない。なんか見えるよ。部屋の奥になんか見える。マックスすまんな。これをそうだな、持って帰るんだな、どっかに。おうおう、ミッション終了。感謝するわ、ブラスコビッチ隊。任務の準備はできた。友よ、どうしよう。これを見て。プロジェクトウィスパー。開発に何年もかけた航空機型ヘリコプター。ナチスはこれを無音で飛行し、レーダーにも映らないようにした。ロンドンから発信された会話をアーニャが解読した結果、ロンドン農地化調査研究所にプロトタイプが3機だけ存在すると判明した。ブラスコビッチ隊員が加わり、ついに我々は攻撃に出ることが可能になった。ネズミのように這い回る日々は終わる。これだけの戦力が我々のものになれば何でもできる。クライソーサークルの再構築さえ完全武装するの。人々は立ち上がり、必ずやデスヘッドを葬る。ナチスは征服したと思っている。もはや私たちに抵抗する力はないと。事実は異なる、我々が勝つ。14時間も運転して鼻炎なんかにかかっちまって、もう8ヶ月も熟睡できてない。やろう、みんな。俺には最後の戦いだ。いい度胸だな、ボビー・ブラム。よせ。俺はさっさと済ませたいだけだ。何、急に急に散歩してるけど、なんだよ。なんあ、でもなんか。この人たちは身分証明書出したら入る人ら、あ、ドイツ人だと思ってんのか。まあでもなんだろう、目を覚まして離反してくれてこっちの味方になる人もいるし。はい、ロンドンの地下だ。ここは昔ロンドンの中心街だった。なるほどね。レジスタンスたちが絶えず戦っていたが、ナチスがロンドンモニターを設置してから全てが変わった。ロンドンモニターってなんだよ。誰もが奴らの顔色を伺うようになっちまった。奴らは何もかも投げ倒し、この奇怪な建物を追っ立て上がったんだ。これがナチス最高峰の調査研究所だ。航空宇宙関連だとかあらゆる研究が行われている。キャロラインたちは電波塔の上空だ。見えるか。アーニャはベルリンで無線を傍受してる。こいつで仲間にコンタクトできる。なるほど、これをつけておくと仲間と会話ができると。お前はここで降りろ。はい、
じゃあまた後でな。じゃあなブラスコビッチ。じゃあな。しっかりやれよ。オッケー。ウィスパーを壊す。あ。おい。あいつ。あいつ何？俺がいきなりピンチになるっていう。しかも体力80まで減ったぞ。おいおい、なんかやばい、ワンコがいるんじゃないか、中に。はいはいはい。うわあいつ、わかった。じゃああいつの分も俺は頑張るよ。俺をあん、おっとっと、待ってくれ。進めなくなったじゃん、せっかく開けたのに。何してくれてんじゃこいつ。こらなんかいろいろ大きすぎてて、あれ、こっちじゃないのか。ああ、いや、そこでそこでダメージを食らうのはちょっとおかしいと思うんですけど、多分こっちから迂回していく形になるのかな。つかさっきの爆風で超ダメージを受けたっていう。まあでも、おーおーおー、待て待て待て、待てって、完全に完全に今のは油断してたけど、無理でしょあれは。あれは予知できないって。あそこで挟まってガインガイン言ってたくせに、急にパッて出てきて襲ってくるなんて誰も思わないでしょさてさて、ということで勇敢な仲間がね、一人すでに減ってしまいましたが、うん、彼の死を無駄にしないためにも急ごう。わあ、こいつ散々だな。さっきから挟まりすぎじゃないかお前。お布団にでも挟まってろ。お前散々だな本当に。ああ、いやつかもう全然1階にいるし、駐車場にいるし俺まだ。あいつ殺そう。ああ、ナイフ持ってないよ。ナイフを持ってナイフ。ナイフよこせ。弾かい。わあ、なんか潰れた。見なくてよかったー。炎ちょっと触って食らうのやめていただきます？あー、死んじゃった。わあ。つかさ、あの車にこんなすごいもんが乗っかってたのかい。怖いな、そんなんと一緒に乗ってたと思うと。何やってんの。何そうだな。風が強くなってきた。飛ぶには厳しい日だな。よし、ある程度弾薬を拾ったから良さげね。多分ここはもう戻ってこれなさそうだから、アイテムは取っちゃおう。あ、銃弾、ラッキー。160か。こっちにしとこうか。待って、いや待って待って待って、冷静に考えろ。冷静に考えて普通にこっちの方がいいでしょ。冷静に考えて普通にこっちの方がいいでしょ。違う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 んです、違うんですって。
え、どうすればいいんだこれ。あ、この状態で、この状態でこうすればいいのか。頭の悪さが出てしまってる。おーっとロボちゃん、ロボちゃんやめろ。 おねんねしてろお前は。え、何？壊れそうなの？いや、普通に戦うな。とりあえず壊しちゃおう。わあ弱っ一瞬で死んだけど。じゃあとりあえずパーツを集めて、パーツを集めて俺のアーマーにします。お前は俺のアーマーだ。オッケー。で、ここに回復があったからこれを取って、いいね、よしよしよし、順調。では進んでいきましょう。ほい。ハンドガンはまあしばらく使わなくていいか。おいおい、やばいってそんな急に来るなよ、びっくりするじゃん。これがすごい回復するアイテムだけど、なんかグレネード、あー、あったね。おま、お前はどこにいたんだよ。暗い。ちょっと待って、弾をもらうよ。弾をもらって、グレネードをもらって、やめろやめろ。おいおいおい、お返しだ。アーマーつけてる人は意外と硬いのね。やばいやばい、痛いって。あ、どこにいた？そこか。お前らさ、移動が早いね。あ、やべ、うわー死んじゃったよ。なんか急に急に難易度が上がってきたね。つか敵がさ、こう裏に回り込んできてくれるよね、ちゃんと。そこがね結構いいかなと思いますけど、まあ、なんか戦いがね案外地味。そう、コールオブデューティーとかゲームの名前出しちゃうけど、バトルフィールドに比べるとこう戦いがね割と地味かなっていうのはちょっと感じるんですけど、どうなんでしょうかね。よし、じゃあとりあえず来てもらって、お前らにはなんかもう勝手に来てもらって、じゃあ俺ここで籠城するわ。俺ここで籠城するから、お前らがちょっと俺のところに来るみたいな感じで。あーあああ、ちょっともう早く来すぎ。もうちょっとゆっくりでいいんだよ。やめろやめろ。わあ危ない。グレネードをねちょっと気を抜くとね投げてこようとするんですよこいつらは。お、クイックドロー。とりあえず弾をもらおう。よし、よし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 、オッケー。一応十字路じゃないな、何字路か分かんないけど、道が多岐にわたってるから敵からの、あの、なんだろう、回り込みを受けないように冷静に戦っていこう。で、弾とかもらって、あ、これも食べておこう。もぐもぐ、美味しいな。よし、弾が欲しいんだ、弾が。お前ら後ろから湧いてくんじゃないよ。ほんと後ろから湧いてくるの好きだなこいつら。で、あとはロボか。そうだね、あとロボ、あのロボを倒さないとダメっぽいな。とりあえずそのステラなんとかみたいなやつやばそうね。ステラなんとかなのかもわかんないけど痛い。よし、倒した。 OK、 これで警戒解除されるんじゃないかな。
つか弾が全然ない。アーマーはここでいっぱい拾えるからいいんだけどさ、つかこのロボットがつけてたアーマーをどうやって身につけてんだこの主人公。あ、なんだ、マックスマンライフルゲット。マークスマンライフルね、これか。ああ、スナイパーライフルみたいなもんか。これさ、これあれだろ。よし、黄金アイテムゲット。なんかもうペチャクチャ喋ってるけど、あ、何これ。その前にこれを取って、多分これが目的の品かな。でも待って、奥にもなんかいろいろあるから、ちょっと行かせてもらおう。弾をください。なんかロンドン農地かとか言ってるけど、とりあえずハンドガンももらって、そうだね、ここら辺の弾ももらいまして、あ、これ、放送か。お楽しみください。はいはい。まあ、言われなくてもお楽しみするけどな。で、多分これを開けて、金庫かなこれ。多分金庫だね。おお、やった。ライフアップグレードと。え、でもこれ目標じゃなくね。目標みたいなマークがついてるけど、目標じゃないよね。で、奥から奴らが来たから、多分ここを開けたいんだよね。話すとどうなの？閉まっちゃうのね。ってことはこれ奴らを倒しておかないと、あ、違うわ、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくてこういうことか。あ、閉まっちゃう。ああ、ドローンが飛んでる。よし、オッケー。ドローンを撃破、マークスマンライフルを手に入れて、あとどこにいんだ。ちょ、暗くてよく見えない。お前か。よし、オッケーと、あー、上か。とりあえず上にいるってことはこういうこと。え一発じゃ死なないのかい。なかなか硬いね、君たちも。お堅い人ね。さてさて、ちょっとクリアリングして、あ、いるね。どこにいるんだ。でも結構銃声遠いな。銃声が遠いんだけど、近くにいるのかな。なんか椅子の下にいろいろ。お前そこが。待ってろ、ちょ、動き回るんじゃないよ。よいしょ、オッケー。ちょっと待ってくれ。アーマーとかもろもろもらって、今はこれでいっか。でかいのは必要な時に取りに来れるようにしておきたいな。やばい、おいおい、いや、待って、ちょっと敵の数多すぎない？こっちカバーできる場所がほとんどないんだけど。やめろって。しかも一発じゃ死なないっていう、こいつら勝てー。よし、オッケー。まだいるな。ちょっと待って、アーマーがゴリ削られてる。アーマーゴリ削りされてるよ。何これ。ゴミ箱の中に回復バッグ捨ててあるけど、なんてもったいないことをしてるんだ。お前か。これで全部倒したんじゃない？よしよし、オッケー。とりあえず、うん、こっち進んでみるか。わーと思ったんですけど、めっちゃやってるね。それでは一回ここで切っておきましょう。それでは続きはまた次回。それじゃ、またな。